はい、皆さんこんにちは、アンチです。いつも動画をいただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、ドライアイを解消する方法ですね、お届けしたいと思います。はい、まあ、これはですね、この動画を見てくださっている方からのですね、嬉しいご報告をいただいた内容なんですけども、本当にね、いつもありがとうございます。で、その方はですね、僕の動画をいろいろ見ている中で、この自分のドライアイをね、解消できるんじゃないかなと思って試されたらしいんですけども、あの1週間もしないうちにですね、目のその乾きであったりとか目のかゆみがね、解消したらしいんですよ。で、僕もね、あの施術ではそういう施術もしたりとかしてるんですけども、あのお家でね、このドライアイを解消したっていうのはなかなか聞かない声だったんで、ちょっと今日も嬉しくてですね、あのこの動画を撮ろうと思いました。で、やっぱりね、僕もね、パソコンを使ったりとか、まあ、書類を見たりとかね、することもまあ多いんですよね。まあ、本を読んだりすることも多いんですけども、やっぱり、OL さんだったりとかサラリーマンの方で僕よりもはるかにパソコンを使ったりする時間が多いと思うんですよね。で、やっぱこのね、現代っていうのはですね、やっぱスマホであったりタブレットであったりとか、目を酷使することが非常に多いんですよ。あのもうこれ10年前20年前と比べてももう全然レベルが違うぐらいですね、目がね、酷使されてるわけなんですよね。で、僕ね、行くと考えた時に、その目の疲れってね、あのどうやって取るのかなと思っていろいろ考えたりしてるんですよ。僕も疲れ目がひどい時があったりするんで、よく考えるとですね、あの1日の24時間ある中で目を休めてるっていう時ってですね、僕の中で寝てる時かお風呂入ってる時くらいなんですよね。で、睡眠がまあ6時間から7時間としてですね、お風呂がまあ長くて30分としてもですね、6時間、まあ、30分も入ってないですよね、まあ、約6時間ぐらいだとしましょう。そしたらですね、24時間のうち6時間しか目を休めてない、あとはですね、フル回転なわけなんですよ。それはね、目が疲れるっていう話なんですよね。で、今回はですね、そういうドライアイの方であったりとか目が疲れやすい方にもですね、効果のあるものなので、ぜひね、一度試してみてほしいなと思います。で、その方が使われているのはこの炭酸性スプレーの白い方ですね、これを使っております。で、これをですね、このキッチンペーパーちょっと今日はね、ちっちゃく切りました。こんな感じで、あの目のね、こういうところに貼ろうかなと思ってるんですけど、その方はね、この目尻の下がね、あのこう荒れてくるらしいんですよ。荒れてきて、かつまつげが抜けるっていうぐらいね、なんかすごいこうちょっと悩んでたらしいんですよ。で、目薬をかけても、あのその時瞬間だけ良かってもまた痒くなったりとか、こう目がかすんできたりとかすることが多かったんで、なんかいろんな方法を探したらしいんですね。で、今回その僕の、スプレーを使っている方が物は試しだと思ってですね、やっていただいたんですよね。それいいことですよね。いろいろやっぱチャレンジする、試すっていいことだと思うんですよ。で、これをですね、まあ、目の周りに、ね、かけます。はい、いきますよ。目の周りにかけました。で、軽く目をつぶっててください。あの粘膜にね、直接かけるよりもこうか閉じた状態でかける方があのいいと思います。粘膜にかけるのでやっぱコンプライアンス的に問題があるんで、あの僕はですね、僕はですよ、あの目を開けたままかけたりとかしてますけども、あのあんまりね、嫌な方、ちょっと怖いなという方はね、しない方がいいかなと思うんで、僕は全然問題なくやってるんですけども、で、これをですね、この目尻の下にこう痒いところ、痛いところですね、こんな感じで貼ります。こんな感じで貼ります。はい、まあ、これだけだったらしいんですよね。で、その方はね、他にね、あのシミが消えるとかシワが消える動画でいろいろやってはったんですけども、あのまずドライアイもこういう形でついでにできるわけなんですよね。で、これをやることによってですね、あの今まで その悩んでた目がかすむ、目が痛い、こう痒くて痛いとかですね、あのもう目開けてもなんかもうか乾いて、こうコロコロ目の玉がコロ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 するとかいう違和感とかがですね、解消するらしいんですよ。で、僕もね、実はね、やってるんですよね。やっぱ疲れ目とかでも使うんですけど、疲れ目でこれをかけるとですね、本当にあの血液の循環が良くなることによって栄養素が送り込まれるから、この疲れた筋肉にね、血液流れるから疲れが取りやすくなったりとか、目が開きやすくなったりとかですね、目がシャキッとするんですよ。これ全て何かというと血液の循環なんですよね。で、血液の循環が良くなるっていうことは、このドライアイにも良くなるんじゃないかなっていうことで、試していただきました。で、僕もね、先ほども言いましたが、施術でも使ってるんで特に問題はないんですけども、もしあなたもね、この目のかゆみとかドライアイで悩んでいるとかですね、まあ眼精疲労もそうなんですけども、こういう形で一度試してもらってもいいかなと思います。
ますんで、ぜひね一度試してみてほしいなと思います。で僕のね、動画でですねいろんな質問いただいててですね、このニキビの、状態が悩んでいる方がおられたりとか、アトピーで悩んでいる方がおられたりとか、あとはその汗かきすぎて痒くなって汗もっていうものですね、お子様が、首筋がこうかいて、かぶれてきてるんですけどとかいう話を聞いたりするんですけども、でそれをね、こういうスプレーを使っていただくことによってですね、なんていうんですかね、炭酸っていうのはですね血液の循環をする良くするだけじゃなくて、殺菌消毒作用もあると言われてるんですね。なのでそういうことも考慮すると、このスプレーを使うとですね、その汗もとかのそのかぶれとかもね、かゆみとかいうのもね軽減します。で僕もね、汗かくときってこの肘とかこう痒くなったりするじゃないですか。そういうときにこうかけたりするんですよね。で僕結構ね、万能のスプレーかなと思って自分で使ってるんですよね。本当にね、首とか焼けるとこかけたりとかするんで、僕もう毎日ねカバンの中入ってるんですけども、まあ、そういう形でね、いろんな用途で使っていただいて試していただいて、またねこういう今回のねいただいたコメントいただいた方のようにですね、何かこうやって使ってよかったとかですね、そういうのをお言葉というかねコメントいただけたら、僕もまた試してね、あこれいいなと思ってですねやっていきたいと思いますんで、ぜひね皆さんの使い方とかもね教えていただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。はい、まあ、今日はですねこれで終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジーです。今日も先生最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。最近ですねこちらの炭酸生態スプレーをですね使っていただいている方が非常にたくさん増えましてですね、本当にありがとうございます。シミが消えた、シワが消えた、たるみがなくなったとですね、喜びの声とか嬉しいコメントをですね毎日のようにいただいております。そしてですねこちらをまだですね、試してない方はですね僕の動画の概要欄に貼っております、アンジー差し替えの直接販売と、Amazon、楽天、あとヤフーもありますので、そちらの方からですね一度試してみてもらえたらと思いますので、ぜひねよろしくお願いします。これからもですね、なりたい自分になっていただけるための動画をですね、配信していきますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。